今日は出張。冬の景色が名残惜しい季節。締めくくりの場所はこちら、函館です。札幌から約4時間かかります。東京行くより遠い気がするから不思議だよね。ようこそ函館へ。はい、お邪魔します。函館駅結構好きなんだよな。というか風が強いね。まあとりあえずホテルに向かいますか。駅の隣はすぐ市場なのも函館のいいところだよね。さすがにもうお昼過ぎだから人は少ないな。あ、でも空いてるお店もあるね。おお、海鮮丼美味しそう。函館来たらやっぱり海の幸も気になりますな。おお、立派なタラバガニだな。高そう。結構大きいですね。Thank you. ありがとうございます。まあまあ、とりあえずホテルへ。荷物を置いてからご飯探しの旅に出るとしましょう。それにしても今日は風が強いな。さて、ご飯でも探しに行きましょうか。とりあえずベイエリアに出てみましょう。倉庫街の中にも食べることあるけど、今日はちょっとその奥の方に行ってみようかな。せっかく函館に来たら、やっぱりまずはこれを食べないとね。長谷川ストアとラッキーピエロ。難しい三択だな。どうしましょう。長谷川ストアにするか、ラッキーピエロにするか、もしくは両方食べるか。わあ、悩ましいけども、君に決めた。今日はラッキーピエロ。ハンバーガーもあるし、カレーもある。カツ丼とかソフトクリームも何でもあるな。私が食べたいのはやっぱりこれかな。チャイニーズチキンバーガー。なんだかお腹が空いてきた。それではいざ入店。ご当地バーガー全国ナンバーワンなんだ。ラッキーピエロはみんなに愛されてるね。すいません。あ、店内で、はい。以上でいい。はい、ありがとうございます。お店の中は独特の雰囲気。私の席はこのブランコかな。いただきます。チャイニーズチキンバーガーとポテトを頼みました。それじゃ早速いただきます。はい、こちらがチャイニーズチキンバーガーです。バンズの中にレタスと鶏の唐揚げが入ってます。いただきます。おいしいレタスのシャキシャキ感と中のチキンのサクサク感がいいコンビだ。そして甘辛いタレがすごい美味しい。バンズがうまさを引き立たせる。中のお肉もしっとりしてて食べ応えがある。
結構ボリューミーなんだよね。なぜかチャイチキを食べると函館に来たって感じるんだよな。よし、次はポテト。チーズとデミグラスソースがかかってますね。わあ、カロリーの塊ですな。ポテトフライって久々に食べるとすっごい美味しいんだよな。カップに入ってるの食べやすくて結構いいかも。そして最後はこちら、ラッキーガラーナ。北海道といえばやっぱりガラーナ。これはラッキーピエロオリジナルバージョンです。ガラーナは見た目はコーラみたいで、ドクターペーパーみたいな後味。少し癖があって美味しいだよな。ブランコに寄られながら食べるランチタイムもなかなかいいもんですね。美味しかった。ごちそうさまでした。はあ、美味しかった。長谷川ストア、さすがに今はちょっとお腹がいっぱいなので、また今度だな。ごめんな。函館の街並みってなんだか素敵。洋風の建物と和風の建物がいいバランスで組み合わさってる。その時って和遊折衷っていう言葉で表してるようですね。うん、この街並み私好きなんだよな。食後はいつも通りこちらのカフェでちょっと一休憩しようかな。函館に来たら毎回来ちゃう。はい、お邪魔します。こんにちは。さて、少し甘いものでも食べて休憩しようか。すみません、本日のお供のお菓子、はい、これあります？芋ようかん、ご用意できます。ようかんと、はい、芋ようかんと、はい、あとそれにコーヒー。コーヒーセットのご用意でよろしいでしょうか、ね、はい、はい、お願いします。はい、サービスでお茶をもらいました。お、昆布茶ですね。美味しい。店内の雰囲気は相変わらずいい感じ。あ、はい、ありがとうございます。熱いですよ。はい、これ黒豆の甘納豆なので召し上がっていただけますので、はい、後ほどシャーベットあります。はい、ということで羊羹とコーヒーのセットを頼みました。これも和洋折衷ですね。いただきます。私は日本に来たばかりの時は羊羹食べれなかったけど、とっても美味しいよね。うん、なんだかホッとする。そして和菓子に意外とコーヒーが合うんだよな。最後にサービスで可愛いシャーベットが出てきました。レモン味です。いただいちゃいましょうか。シャーベットがみずみずしくて口の中が透き通る感じ。うん、いい締めでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。よいしょ、すごい美味しかったです。ありがとうございました。また来ます。はい、ありがとうございます。いやー、食べた食べた。うん、
そろそろ帰ろっかなと思ったけど、まあせっかくだからここも行きたい。長谷川ストアお邪魔します。やっぱり長谷川ストアの焼き鳥弁当も食べたくなっちゃうんだよな。店内でしっかり焼いてくれる。しかも目の前で。うわー美味しそう。すごい美味しそうです。本当ですか？はい、ありがとうございます。さっきラッキーピエロ食べたんですけれども、いやラッキーピエロ美味しいじゃないですか。美味しいですね。でもここも寄らないとなと思って持ち帰りしました。なんかやってます？ YouTube かなんかやってます？あ、そうです、はい。なんか見たことある感じがするんですけど。本当ですか？はい、はい、やってます。ですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。野菜ミックスのタレも一つですね。はい、いただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、完了だ。これでホテル帰ってからもう一つ楽しみが増えました函館の街を歩いてるだけでも楽しいんだよな。いろいろ面白いものもあるし。食べてただけだけど、あっという間に一日って終わっちゃったな。24時間じゃ足りないよな。はい、ということで夕食にしましょうか。いやー美味しそうよ。よだれが出てきますね。このお弁当、面白い食べ方があるの。まずこちらに挟んで串を引き抜きます。そうすると食べやすい焼き鳥弁当の出来上がりです。いただきます。長谷川ストアは函館で創業したコンビニストア。この焼き鳥弁当は函館名物の一つですね。名前が焼き鳥弁当なのに豚肉なんだよなちょっと不思議。もう焼いてからしばらく時間を経っちゃったけど、すごいジューシー、美味しいです。そしてやっぱりご飯と間に挟まっている海苔にコクのあるタレが染みてて美味しいんだよな。うわ、あ、そうだ、忘れるところだった。やっぱりこれがないと閉められない。よいしょ。このパルムビール、セイコマットとかで買える。安いんだけど、結構美味しい。ホテルの部屋で何にも気にせずゆっくり食べれるなんて、いい時間なんだ。明日仕事のこと忘れてたけど、まあとりあえずお風呂入って寝ましょうかね。ごちそうさまでした。いやー、いい一日だった。
ありがとう函館。また来るぞ。